シャオンキャンプ、どうもこんにちは。どうも。意外に照れますね。照れますけど出てくる。大学生の時ですね、玉美の学生だった頃です、はい、僕芸大二浪して玉美に入ったんで二十歳だったんですけど、はい、大学1年生の時に素人コメディアン道場っていうのが TBS 系であって、はい、銀座ナウっていう番組ですけど、はい、その中のコーナーに素人コメディアン道場というのがあって、それでテレビ界では初めてブルース・リーの真似をしたんですよ。僕が自慢じゃないですけど、竹中さんもご覧になった時後ですか、その時はなんか自分の中でも思わずこうモノマネしちゃったりとか、なんか気分的にも高揚したものっていうのを覚えてます？もう未だに高揚しますけど、見てしまうと、やっぱりあの存在、あの表情、もうそれに圧倒されたんですよね。でこれを一人であの満足してちゃダメだっていうのがあって、友達に絶対このことを伝えないとっていうんで、何度も劇場で繰り返し繰り返し見て、セリフとか表情とか覚えて、友達の前で見せたんですね、はい、すごいんだよブルースリーってとにかくすげえんだって言って、もうあだーとか、もう You are offended my family and you are offended Shaolin Temple とか、なんかいろんな言葉を覚えて、あの独特なこういう、こういうのも全部こう覚えて、みんなの前で見せたら、みんなもうわなんかすごそうだなってことになって、全員で見に行ったんですよ。10人ぐらい引き連れて、はい、そしたらあの肝心なそういうブルースのこういう動きになったり、Take me, take me とかいうシーンになるとみんな笑っちゃうんですよ、僕の最初に見ちゃってるから。ポイントってどこですかね、シグさんのそのポイントっていうのは。ポイントってやっぱり、なんかこの怒りに満ちた眼差しっていうか、で、あとこの唇なんですよね、こうフォーッた時のこの伸びる感じと、このニュアンスは分かっていただけますか？哀愁があるんですよね、なんか悲しみが、その悲しみと哀愁がやっぱりたまらないっていうか、なんかお腹を自分の妹の宿敵に敵を取った時の、あの時の顔っていうのはもう忘れられないですもんね。そしてモヨドラゴンの名ゼリフ、考えるな感じるんだ、 Don't think feel です ね、こちらも痛く竹中さん感銘を受けられたということですが、たまらない言葉ですね、僕もあまりほとんど何も考えないんで、台本も読まない俳優ですからね、その場のノリ一発っていうのがあるんで、現場の雰囲気を感じてやってるだけっていう、はい、その感じが好きですけどね、あまり理屈で物を捉えないっていうかね、じゃあその見た後なんですね、俳優にモヨドラゴン見た、はい、でもやはり衝撃的な俳優っていうか、まあ、僕は最初に好きだったのがショーン・コネリーとか、加山雄三さんとか、田中邦衛さんとか、映画で初めて見て感動したですよね、ショーン・コネリー本当感動しました、と加山雄三さんも、田中邦衛さんも僕は初めて見た時驚きましたしね、だってよこんなこんなしゃぶんだおびっくりしたよ。あ、そうですね。じゃあ憧れてそのようなあの感じまでやってたんですか。あの腹筋とかやってましたよ、走ったりしてよく真似してましたからね、ヌンチャクも回してましたし、当時だって腹筋結構割れてましたもんね、デビューしたての頃、27歳で僕デビューしたんですが、その時もブルース・リーやってましたから、その時はまだちょっと腹筋割れてましたね。今はもうおっさんですからもうダメですね。オイルつうのは大変じゃの、いろんなところが動かなくなるんじゃよ、困ったもんじゃ。髪の毛もね、ちょっとなんじゃそれ。なあ、しょうがないよこれ。